白石城は、みちのく国勝田郡にあった日本の城である。別名益岡城。この場所は、現在の宮城県白石市にあたり、城は白石市指定史跡となっている。中世の頃は白石市の館だったと伝わる。戦国時代末期に城主が何度か変遷し、江戸時代には仙台藩家臣の片倉氏の城となった。九州の八代城などと並んで、江戸幕府の一国一城制の対象外とされて、明治維新まで存続した。現在ある3階櫓や門は1995年に復元されたものである。続日本百名城に選ばれている。1976年度撮影の国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成白石城は、白石盆地の中央西よりを南北に伸びる、独立丘陵の北端にある。その北側を北東方向に白石川が流れる。白石城は、奥羽山脈と阿武隈高地に囲まれた白石盆地の中にある独立丘陵地の北端、標高76メートルの地点に築かれた。麓の市街地との高低差は約20メートル。城の北方約1キロメートルのところを白石川が東へ流れる。この城が建つ場所は近世までみちのく国勝田郡で、現在は宮城県白石市である。江戸時代の白石城下には、奥州街道が南北に縦断し、この街道の北方面が仙台、南方面が福島、江戸だった。また、白石から西の米沢へ向かう道、東の相馬に通じる道があり、交通の要衝を抑えていたのも白石城の地理的特徴だった。白石城は平山城である。江戸時代の間、白石城は絵図に描かれており、時代の異なる絵図の比較から、白石城の城域は拡張傾向にあったと見られている。白石城は最終的に丘陵の頂に本丸、二の丸、中の丸、西くるは中段に沼の丸、南の丸、辰巳ぐるは、帯くるは、馬屋ぐるは、平地部分に三の丸、外局陣という六眼をくるは構成になった。本丸には大矢倉があった。正保年間の絵図では2階櫓が描かれ、寛文年間の絵図では3階櫓が描かれていることから、2階櫓から3階櫓に改造されたのではないかとも言われるが、絵図の研究をもとに、片倉小十郎の城白石城跡、発掘調査報告書は、最初から3階櫓だった可能性が高いとする。3階櫓は、天守の代用で、藩の市場という各都幕府への配慮から、天守の名をはばかり大矢倉と名付けられたとされる。現存する白石城の遺構としては、馬屋口門が市内の延命寺山門に、東口門が市内の東進寺山門に、上屋敷の門かもしれないものが、名取市の交流寺山門に、奥方御門かもしれないものと円生像が市内の個人宅に、それぞれ移築されている。土塁は当時のものがそのまま残っている。白石城がいつ、誰の手によって作られたのか、はっきりしたことは分かっていない。中世に狩田氏がここを居城としていたとも伝わるが、推測が困難なほど、この時代の白石城についての資料は乏しい。狩田氏は後に白石氏を名乗り、やがて伊達氏の勢力下に組み込まれていった。豊臣秀吉によって奥州仕置が行われると、1591年より勝田郡は、会津に封じられた蒲生氏郷の領地となり、白石城には氏郷の家臣蒲生合成が入った。合成により、白石城は近世的な城へと改造されて、益岡城と呼ばれ、城下町も作られたと伝わるが、やはり資料が存在せず、全貌は明らかでない。合成は1595年に白石から須賀川に移るが、この時に、白石城は破却されたという伝承もある。1598年、蒲生氏は宇都宮に移封された。これに代わって、上杉景勝が会津へ入り、その家臣である天粕景継が白石城主となった。この時の白石城について、良好な資料ではないともされるが、古城に縄張りして築城されたとする資料がある。1600年、徳川家康が、上杉景勝を担とする会津征伐が起こると、家康に接近していた伊達政宗は上杉領に攻めかかり、白石城の戦いが起こった。甘粕景次に代わって城を守っていた登坂勝のは、伊達軍の攻勢の前に降伏し、勝田軍は再び、伊達氏の領土となった。伊達氏の城となった白石城には、まず政宗の叔父の石川昭光が入ったが、1602年に政宗の側近である片倉景綱が白石城を受領した。1615年、江戸幕府が一国一条令を発するが、仙台藩では、仙台城に加えて、白石城の存続が認められ、白石城は明治時代まで片倉氏の城として残った。片倉大々記には白石城の修繕が主だったものだけでも約30回記録されている。1868年戊辰戦争の際、奥州諸藩の代表たちが白石城において白石列藩会議を開き、これが奥羽越列藩同盟の結成につながった。白石城には公儀府が置かれ、北白河宮義久親王が滞在した。しかし、仙台藩は新政府軍に降伏し、白石城の明け渡しが行われた。1869年に白石藩が成立して、新政府に振った元盛岡藩主の南部敏里がここに移封されたが、リアス氏は給料復帰を望み間もなく、白石から去った。白石城には、三陸岩木領あぜ地府が置かれ坊城利明が城に入ったが、あぜ地府は1870年に廃止されて、白石城は旧片倉家中開拓役所預かりとなった。その後、白石城は陸軍省、大蔵省の管轄を経て、1874年に民間へ売却され、取り壊された。城の取り壊しからしばらく経った1900年、城跡は、益岡公園となった。城の復元は白石市議会や地元新聞で取り上げられることがあったが、実現に向けての障害が多くあった。転機は NHK の大河ドラマ、独眼、竜政宗の放送で、これにより、片倉景綱も注目され、景綱が預かった白石城の復元の機運が高まった。ドラマ放送翌年の1988年、白石城三階櫓の復元が白石市の政策として挙げられた。可能な限り原型に忠実に復元するために文献の収集や調査発掘などが進められた。また、復元基金が設立され、個人や法人から最終的に1億円を超す寄付が集まった。復元工事は1992年に始まり、1995年3月に三階櫓、大手の1の門と2の門、土塀の復元工事が完了した。2011年3月11日の東日本大震災では、壁の崩落など1億円超の文化財などには指定されていないため補助金が出ず市の財政と寄付金などで復旧が行われた。復旧工事は2012年5月から9月まで行われた。2019年9月24日、白石城の天守閣で、外国人観光客が城内での食事や宿泊を体験する城泊ツアーが行われた。ツアー体験者として、万里岡で路中日サンマリの大使夫妻が選ばれ、甲冑や着物の着付け、宮城県内の食材を生かした創作料理などを体験した。片倉景綱が城主として配され修繕を始めると、夜に開花や笑い声が聞こえ知らない女が、目撃されるなどの怪現象が起きた。そして城で働いていた老女に狐がつき、上杉がいた頃は、狐は大事にされたが城主が変わって扱いが悪くなった。大事にすれば領内は安泰となるとの言葉を発したため、城を見下ろす場所に神社を建立して沈めたという伝承がある。ありがとうございます。